ているのは、やはりどこにいいものがなるかということです。基本的なところね。で、そのためにはどういう選定をするかということになります。で、先ほど言いましたように、まず選定に入るときに、樹形がどうなっているかっていう、で、樹形を一番、大事にする。で、それは火をよく入れる、あるいは産業性をよくする、そういう意味で樹形が大事になる。よくいろいろ見ますと、種子があるんですけども、そこから種子的な太いものが何本も出ているような気がします。でそれではですね、やはりバランス取りですから、材料界神経の基本的な要で、2本の種子で4本の足を、でそれをですね、若木から作った場合、大体25年から30年で完成したんです。でそのために限りなく樹形、自分が思っている樹形に近づけて、そのしっかりした骨組みの中に、切った種を配置していく。でそういう考え方で、あまり難しくないので、まず考えることはどこに主軸を置くかですね。で、この場合主軸どこ見てるんですけども、ここへずっと来てどこに主軸を、あまり、これ低くなってくるなんですけども、低くないとしてここでどこに持ってくるかというと、これかこれになります、ね、で同じ方向の方にこれかこれで、あまり低いと万歳ありますので、ここに主軸を持って、でこれに対して強いものを取って、でこれに対して強いもの、ここ今のところここにはないんですよ、全部受ける、上のものないですからね。でこのままここを持って、でこちらの下の方は、まあ、今年できればこれこうちょっと上げてもらえればいいと思います。多分やらないだろう。そうしますと作業性悪くなる。どこかで切り戻さなきゃいけない。でここまでやったんでは強くない。ここに持ってくるんですけど。でその場合どうするかというと、まあ、方向はこっちへ向けたいんですけど、どちらでもいいということで、ここら辺で強くなる。でこれを。目だけ取ってきます。ここに鳴らせられちゃうと下がってしまいますから、目だけ取る、ね、はい、で、この枝完成なんです。あと細かい手を入れるとすれば、ここから考えていく。ここをじゃあどこに主軸を置くかと、ここになります。これに対して強くなるのか、これこうですね。でこちらの方はあえてここで切らない。ここで切っても意味がない。前はここで切ったり、まあ普通でここで切るですね。その次にもっと強い剪定する人はここで。これやってもここで。ここに主軸ですから、これよりも絶対に強くならない。下、これの方は上から出てきます。ですから、ここはいずれこの方が強くなりますから、ここで切らないで、ここに鳴らす。いいものがない場合は、畑確保すればいい。そういう考え、それが、すべてのところにで、あとは、この、高いところで、10センチ、花材の10センチぐらいのものは鳴らせれば下がりますから、それは相手にできます。例えばここで言うと、ここにやつからこれを本当は強くなっちゃうんですけども、ここに花材ですからちょっと弱い反面なんですけども、ここに鳴らせれば下がりますから、こちらの方は伸びていく。でそういうものを応用として使っていく。